プレアデス星団、プレアデス星団、プレアデス星団は、オウシ座の三階星団である。メシエカタログでの名称は、M45、ワミョワスバル。肉眼でも輝くの七個の星の集まりを見ることが、できる。双眼鏡で観測すると数十個の青白い星が集まっているのが見える。比較的近距離にある三階星団であるため狭い範囲に小さな星が密集した。 特な景観を呈しており、このため昔から多くの記録に登場し、各民族で星座神話が作られてきた。1769年にメシエカタログの45番に加えられた。メシエカタログは3回に分けて刊行されたが、M45 は1回目のカタログに記載された最後の天体である。約6000万から1億歳と若い年齢の青白い。 高温の星の集団である。核融合の反応速度が速いため寿命は比較的短いと予想されている。星団を構成する星の周囲に広がるガスが青白く、輝いているのは星々とはもともと関係のない星間ガスが星団の光を反射しているためである。プレアデス星団を構成する星のうち以下の主要な明るい星にはギリシア神話のプレアデス七姉妹。 その両親アトラースとプレイオネーの名がついている。プレアデス星団にまつわるギリシア神話の内容については当該項目を参照。通常の視力の人が好条件の下で6から7個の星を数えることができる。大変視力が鋭い人が25個もの星を肉眼で見たとする記録が残されている。昔イギリスの TV 放送でアンケートを取ったところ、 73%は6から8個だったという。ホメーロスは6個、トレミーは7個、アルスーフィーは5から7個、ジョンハインドは7個見えたと記している。望遠鏡を使えば、飛躍的に星数も増し、ガリレオは36個の星を見ている。双眼鏡で美しく見ることができる。望遠鏡で低倍率を超えると星団としてのまとまりはなくなって見えるが、 合計1 0トルの望遠鏡では、星眼の背後にある三光星雲が見えてくる。23番星を囲む三光星雲は、1859年にテンペルが合計1 0トルの望遠鏡で発見した。鏡の上に息をかけた時にできるような滲んだ光が見える。大きさは約3520で23番星の南から広がっている。 新水星かと思ったが、次の日にも同じところに見えていたと記している。1875年ミラノ天文台のスキャパレリは、星雲が23番星から17番星、16番星まで広がっているのを確認した。ウェップは、光景2インチで見え、11インチでは見えない。大光景では見えないが、時折どうにか見える。しかし、ファインダーではよく見えるとしている。 プレアデス星団は、肉眼でも見ることができる明るい星々の集まりであり、様々な文化で、人々の興味を引き、聖書や伝説、民話、星座物語に登場し、数々の名称を持つ。プレアデス星団の名前は、ギリシア神話に由来し、巨人アトラースと妊婦のプレイオネーの間に生まれた、プレアデス七人姉妹、アステロペー、ネロペー、エイレクトラー、マイヤ、 ターユゲテー、ケライノー、アルキョーネーを指している。プレイアデスは、女神アルテミスに仕えていた。また、同じくオウシザにある、ヒアデス星団のヒアデスの七姉妹は、アトラースとアイトラーの娘たちであり、プレイアデス姉妹とは、イボ姉妹の関係である。このため、聖王では、七人の姉妹あるいは、七人の乙女の名が、通っている。ギリシャでは、ブドウのボという名もある。 中国ではスバル、某と呼ばれる。星間、中国の星座としては、17番星、19番星、20番星、21番星、23番星、イータ星、27番星の7つの星がスバルを構成する。スバルを中心とした領域は、天の赤道帯を28分に区分した28、宿の一つのスバル宿である。日本では古来、 プレアデス聖団をスバル、スバルと呼んだ。他にも地方によって、ロック連星、ムツラ星や、ハゴイタ星などと呼ばれている。その他日本各地で多くの方言が見つかっている。スバル、トーバル、または、スマル、トーマルという言葉は元来多動詞、スベル、スベルに対する自動詞形であり、統一されている、一つに集まっているという意味を持つ。玉色を糸で一くくりとしたものを、 万葉集で、修理竜玉、スマルの玉、日本紀教演和歌で、十波老玉、スバルの玉などと呼んだのと同様の用法である。その後、中国で、プレアデス聖玉を指す、スバル宿から、スバルを当てた。奈良時代に成立したとされる、単語国平時一文に、その七十社、七人の同時、スバル星なり、その八十社、筆勢なりという記述があり、 それぞれ隣り合っている、プレアデス聖団、アルデバランとヒアデス聖団のことと見られる。伊勢神宮以降大神宮拙者の暴言神社には、スバルに由来するとされる、天守は止め命御玉が、お前神と共に祀られている。日本で、プレアデス聖団について言及した最古の記録は、平安時代に、第五天皇を除菌しない神皇の命で、作成された、百科事典。 和名類受賞だと考えられている。この中で、座る星の和名は、ナミ流と記されている。他に、聖昌納言の表した、枕の創始の一節、第236弾が有名である。ニュージーランドのマオリは、プレアデス星団を、マタリキ、マタリキ、小さな目の位と呼ぶ。ポリネシアソゴ型は、マータリーキー、海の民にとって、星座の識別は、 夜の航海に欠かせないものだった。また、マオリの人々は、プレアデス星団が見えるようになる時期を、新年の基準としており、また力には新年という意味もある。ハワイ語では、マカリー・マッカーリー・アイと呼ばれる。1994年に、ハワイ島で建造された航海カヌーの鮮明とも、なっている。ヨブき38章31節には、あなたは、 プレアデスの鎖を結ぶことができるか、オディオンの綱を解くことができるか、という文章がある。アラブでは、群衆や、小さき者、フランスでは、ひな箱、ドイツでは、と、やについた、品形、イタリアでは、小さな品形、スペインでは、小さな、メスヤギ、イギリスでは、七人の乙女の他、ひよこと品形とも呼ばれている。アラビア人は、プレアデス星団を中心に、 カシオペア座を右手、クジラ座のビブを左手として、両手を開いて、こちらにつかみかかってくるような巨大な整列を、プレアデスの両手と呼んでいた。平シオドスは、夏の間、40日も、太陽の後ろ側に隠されることに注目した。プレアデス星団が、太陽から離れ、初めて暁の当天の地平線に姿を現す、天体現象は、 古代には重要な出来事であるとされた。ガイウス・ユリウス・カエサルは5月の暦にこの日を記した。この他にも、イい,い多世を囲んでいる星雲などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。